はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、宅建業法の取引の定義について解説します。これは宅建業の免許が必要かどうかを問う問題で、ちゃんと頭に入れておかないと解けなくなりますので、非常に重要な内容となります。なので、どういった人が取引をしているのかっていうところを、今回の解説で頭に入れていただければと思います。ここに書いてある1番、2番、3番の人たちが取引をしております。ちょっと一つ一つ見ていきますね。まず一つ目が、売り主とか買い主は取引を行っています。まあ、宅地とか建物の、売り主及び買い主は取引を行っています。二つ目、売買や貸借の代理人。これも取引を行っております。売買契約をする当事者がいます。まあ、売り主、買い主がいて、その代理人ですね。代理人も取引を行っています。今の話言ったら、売り主、買い主は1番に当たりますので、この人たちも取引を行っています。また、代理人も取引を行っています。で、もう一つが、貸借の代理人も取引を行っています。なので、賃貸借契約を結びましたと。アパートを借りる人がいて、アパートを貸すオーナーがいて、この賃貸借契約のオーナー側の代理人だったりとか、借り主側の代理人だったりとか、そういった人っていうのは取引を行っています。あと、売買する人も取引を行っています。売買契約の売買者、売買をする人、これも取引を行っていて、また、貸借、賃貸借契約の売買をする人、この人も取引を行っています。で、注意が必要なのは、貸主とか借主は取引をしていません。つまり、賃貸借契約の建物を、例えば貸す人、オーナーさんですね。この人は取引を行っていません。あと土地の貸主、地主さんですね。この人も取引を行っていません。また借りる側、この人も取引を行っていません。これがまず注意点、1点目ですね。2つ目、代理業者、売買業者がいたとしても、売り主、買い主は取引をしています。一番最初の事例なんですけども、売買契約をしましたよね。で、代理人がいましたと。この場合、代理人は2番に当たるから、取引をしています。売り主が代理人に対して代理権を与えました。で、実際契約するのは売り主、代理人と買い主ですよね。ここで契約するんですけれども、この場合も売り主っていうのは取引をしてます。もちろん買い主も取引をしてます。これが注意点なんですね。これ意外と勘違いしてる人いるんですよ。売り主が例えば代理業者、宅建業者に土地を売る代理権を与えましたと。で、宅建業者が代理人として契約します。その場合、売り主、この人を取引してないっていうふうに思ってる人いるんですけども、売り主は取引してるんで、この点注意しましょう。あと、交換については売買に含めますので、例えば、交換の当事者ですね。これも取引を行っています。例えば、私が土地を持っていて、あなたも土地を持っています。これを交換します。この場合、私たちっていうのはこれ1番に当たりますので、取引を行っているということになります。で、ここの売買も交換でも一緒ですね。交換の代理人も取引を行ってますし、交換の売買をする人、これも取引を行っております。じゃあちょっと具体例ですね。先ほどちょっともうお伝えをしてるんですけども、ちょっと見てみましょうか。A さんが土地持ってましたと。まあこれ建物でもどっちでもいいです。B さんに売りますと。売買契約を締結すると。で、A さんは C さんに代理権を与えました。つまり C さんは売り主代理人です。この場合、取引を行っている人はどの人でしょう？このどれか一つでも該当したら、それは取引を行っている人に当たります。まず A さん見ます。A さんは売り主ですね。土地とか建物の売り主。なので、取引を行っています。B さん、買い主ですね。取引を行っています。C さんは、売買の代理人ですね。ここですね。売買の代理人。取引を行っています。なので、この場合 ABC 全員が取引を行っているということになります。続いて、D さんが E さんに建物を貸しました。これは建物ですけども、別に宅地でもいいですよ。宅地でも構いません。これを D さんが E さんに貸しました。で、D さんは F さんに売買を依頼しました。で、売買っていうのは、まあ、仲介してくださいっていうイメージですね。駅前とかの不動産会社、不動産仲介をする会社ありますよね。アパマンショップとか、ミニミニとか。まあ、そういったところは、この売買業者、F さんに当たりますね。で、D、E、F 一つ一つ見ていくんですけども、まず F から見ましょうか。F っていうのは、
貸借の売買をする人だから、この人は取引を行ってます。Dさん、これ貸主ですね。貸主123、含まれませんね。入ってません。ここですね、注意点でもお伝えした通り、貸主は取引をしてませんので、この人は取引してません。E さん、借主。これも123に当てはまらないので、取引をしてません。だから、この貸借の場合は、売買する人、売買業者が取引をしてますということですね。これもし、売買じゃなくて代理だった場合も一緒です。代理だった場合、こっちに当てはまるので、代理人っていうのは取引を行っているということになります。あとここ、代理って書いてあるんですけども、これ売買でも一緒です。売買の場合はこっちですね、3番に当たるので、売買人 C さんは、取引を行っているということになります。これ非常に実は重要なんですね。なので、しっかり、頭に入れていただければと思います。この1番、2番、3番、これを頭に入れていただいたら、これ解ける問題なので、絶対頭に入れておきましょう。で、これも定義、つまり、取引する人ってどんな人なのかっていうのをこれ定めたもので、これ理由って別にないんですよ。理由ないので、これは覚えるだけなんです。だから必ずですね、3つだけなんで、覚えていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。